30歳の若さで出世街道に乗る順論は、心機一転、倒れた祖父の代わりに実家のよろず屋を切り盛りすることに。その商店にあったのは地元の人たちの温かい気持ちだった。注目の若手俳優デレック・チャン主演、主人公の成長と恋を描いた笑いと涙にあふれるハートフルドラマ、いつでも君を待っている、7月11日日本初放送。人気グループエクソのリーダースホが天才プログラマーに、クールなわがまま IT 社長が時折見せる無邪気な笑顔に胸キュン。さらに FT アイランドイジェジンをはじめイケメンキャストが勢ぞろい。ときめき無限大ラブロマンス、リッチマン嘘つきは恋の始まり、7月6日スタート。恋人と引き離され、望まないまま王の側室となった美しい娘ファヨン。しかし5年後、王は不審な死を遂げる。欲望と陰謀渦巻く宮中で運命に翻弄される彼女の前に現れた意外な人物とは。ジョ・ヨジョンが大胆で濃厚なラブシーンを熱演、映画「号泣の秘密」。